ビッグジャパンのハライチ特集号が4月、なんか出ますよね。出ますよ。あれで、あれで。聞いたページ数。すごいんでしょ ?70?70 ページすごくない ?70 ページってすごいよね。すごいよね。ありがたいね。ありがたいっす。それで、その中で、私、エッセイ書かせ。これ言っていいんだよね、マネージャー、エッセイ。なんだよねえ。 エッセイお前、これ言っていいんだっけお前。ダメなんだっけエッセイ。一回書いたからエッセイストじゃないからな、お前。マネージャー、解禁はしてんだっけなんだそれ。まだかダセイな。まだかやばい解禁してるよ、もう。エッセイ。マネージャー。うるえな。マネージャー、エッセイ。マネージャーを呼ぶんじゃねえよ、ブースの外の。ダセイ。マネッセマネッセイ、なんだよ。なんだマネッセって、ダセイーの解禁マネッセイ解禁ね。マネッセってなだお前。 今年のマネッセイはね。なんでいからマネッセイって。<laughs> 解禁だよね。ボジョレンみたいに言ってんじゃねえよ。ということでね、ああえーエッセイ書かせてもらいましたね。書いてあるね。そう。だね、そうだこれ言っても、やっぱりうちの相方がエッセイストですから。私はもうベストセラー、<laughs> ベストセラーエッセイストですから。からはい。えー、それやっぱりエッセイスト十七17リ17 <laughs> 大丈夫それ。言っていいのそれ、17ずり。17ずりな。いいんだよな。真似だな。大丈夫 ?17 ずり。17、いいんだよな。解禁してるあ、18になるですかあ、これ解禁していいのうるせえよ。うるせえな。何万倍いいよ。うるせえな。真似せそれ、だから、エッセイスの相方にね。 の顔に泥を塗るわけにはいかない。そうよ。新進系のエッセイストの相方のエッセイだから。うん。これやっぱりなかなかちゃんとしなきゃいけない。そういうことよ。で、一番最初のこのなんか打ち合わせみたいのがあったね。ビッグジャパンさんと、え、これこれこういうことをやりたいと思ったんです。他になんかどういうことやりたいこととか、え、ありますかとか、いろいろ聞かれる中で、澤部さんにはなんかエッセイをみたいな。うん。え、その時こうちょっと話聞いて、うん。 でも、やっぱりその瞬間から入るのね、スイッチって、エッセイストの。いや、ないね。エッセイストというのは随筆化というか。随筆家のスイッチねえだろお前スイッチがやっぱ、入るロエロいもんで。エロいもんで。入るね。喋れなくなっちゃってんじゃない随筆家のスイッチ入っちゃって。エロいもんで。書いちゃってね、こうどんどん。どんどん。で、そのもう打ち合わせの段階で、やってる最中で、やっぱもうそんなん言われたらさ、なんか、 何書こうみたいなすなんかこう考え出しちゃうじゃんだからもうその打ち合わせもほぼ話聞いてなかったんだけど俺入ってきてなかった入ってきてなかったんだけどただもうその打ち合わせが終わる頃にはもうこれでいこうかっていうそのと。これでいこうかっていうのがもうできてもう終わる頃には打ち合わせ終わる頃には天才かと思ったらこれでいこうかってなってでその後日改めて正式にこうエッセイの概要みたいな のが送られてきて、まあ、あんまり仕事のこともあれなんですけど、日々の、なんか、プライベートの澤部さんの、みたいな、ぜひ書いていただきたいってって。で、2000字前後、みたいなね、一応。そうね。なんか、それぐらいが、まあ、最初はいいよね。いや、でも、いいと思うよ、最初は。それぐらいでね。エッ2000字ぐらいが一番書きやすいからね。めちゃくちゃアマウント取ってきて。まあ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 。続けて。腹立つな、こいつ。いや、それだ最初だからさ、逆にこっちはもう、 途方にくるじゃん、そんな。うん、え ?2000 字って。2000ってすごく聞こえるよな、ね。だって何、何原稿用紙 ?400 字。うん、あれ、5枚ってことでしょちょっと知らないですけど。原稿用紙で書いたことない <laughs> <laughs> え。えってことでしょうん、いや、書けるかな、みたいな。うん、で、クイックジャパンさんから、あの、多くなる分には構いません、みたいな。うん,うん。 え何この圧。<laughs> 多くなる分にはって。<laughs> <の>絶対、2センチ以上超えってことで超えてこいって言う意味だよな。大丈夫かなつって。で、そっから、携帯のメモに私書きこう。<laughs> 携帯での携帯のメモに書き込んで。携帯で書くのそう。<ー>携帯のメモに俺、うん、俺エッセイ。恋空じゃないんだよ俺も思った、ね、<laughs> 携帯小説魔 <laughs> 法ナイランド <laughs>。<laughs> のかなっって途中でたまあ業界開けまくるな。な携帯のメモぐらいしかない。パソコンも別にさ、俺使わないしさ。書くのもまあ、携帯のメモにさ、書こうと思ってさ、日々こう書き込んでいくわけ。で、まずこのメモのマックスこの行数を数えたの、最初に。したら50行とかだったの、数えたら。なるほど。それ以上こう下たかないみたいなさ。 で、1行16文字だったの。<laughs> ああってことは、うんえー、計算したら130行ぐらい書くと、うんえー、2080文字。うん、ちょうどこう超えてくると。<laughs> そのやり方。<laughs> そのアナログなやり方。<laughs> 130行かと。ああうん、っていうことは、まあ、えー、そのメモを1回。 一個満帆にさせて、もう一個満帆にさせて、二個満帆にさせて、あと半分ぐらい。そうすれば、2000文字いくという自分の中でね、LINE をこう設けながら、いざ書き始める。そうするともう、止まんない。スラ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 。えって、えって。 誰か止めてくれと。一 <laughs> 日でおい書き終わっちゃうぞ、ね、これ<ー>。なんだこれっていうの。そら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 って、うん、で、もう家でずっとやっててさ。うん、したらもう、なんか途中、ちょっと妻にね、うん、えなんかエッセー書いてる途中で、なんかこの、なんか疑問に思ったことがあって分かんないのが、なんかあって書いてる内容。これ、さあ、これこれこうだっけみたいな。妻にこう聞いてさ。うんうん、ああ、そうじゃないこれこうこうじゃない、うん、みたいな。いやー、今、エッセイ書いててさ。<laughs> やっぱ言っちゃうな、ね。っね、言っちゃう。<ー>エッセイ書いててさ、うん、つったら妻がもう、え、な、誰がい,、うん、いやいや、俺がって。うん、えー、うー、嘘でしょみたいな。<laughs> ちょっとうちの、<laughs> う,ちのうちの夫が <laughs> うちの夫が。嘘でしょみたいな。適当夫が適当夫が。<laughs> <laughs> が <laughs> エッセイをみたいな。<laughs> い,な <laughs> いや、そうだよって、もう。 で、俺はもう君はこれからエッセイストの妻になるんだよねって、俺は心の中でこうさ、思えて。<laughs> いエッセイストの相方だったわけだから、もともと俺は。<ー>それが、この自分の妻を、エッセイストの妻にしてあげられる。うん、まあ相方とはもともとこう友達で,で、芸人になって相方になって、それがいつまにかエッセイストになって、うん、うん で、奥さん、この妻ともともと友達で、うん、でそこから彼女になって、うん、で、芸人の嫁になって、うん、その後エッセイストの嫁。うん、ああ、危ない危ない、これで、もう一本エッセイかけちゃうわ、みたいな。かけねえよ、その。うわってもうどんどん広がってっちゃって、<laughs> うわーって。今の,今のでもう投げなって思ったから。あ、もうこれでエッセイかけちゃうわ。かけねえよ、それじゃあ。これまた次回作だな。<laughs> 次回作やろうとしてる。うね。<laughs> あとやっぱカフェ、カフェ、偉いもんで行くね。エッセイやってると。<laughs> エッセイやらせてもらってると。カフェ行っちゃうね。カフェ行くの。お前カフェなんか行かないじゃん。普段行かないよ。気づいたらカフェ。気づいたらカフェで、携帯いじって。ずっと。周りの人もやっぱり、まあまあ今さ当たり前、携帯みんないじってるでしょみんないじってて。みんな、何やってんだろうゲームですかあの人はゲームあの人は SNS? はたまたあの人は恋人と連絡取ってんのかな僕はエッセイを書いています。QJ のエッセイ。 クイックジャパン。クイックジャパン。っていう気持ちね。なんか、これ、これもエッセイ一本これ書き上げられるなとか。人とこう比べてね。ああ、これいいなぁと思いながら。ただ、一つ目のメモが埋まらない。なかなか埋まらない。2.5書かなきゃいけないんだおかしい。なんだこれって。頭にこの最初に浮かんだ構成したやつ、半分以上書いてる。でも、一つ目のメモが埋まらない。 おかしい,いじゃねなんだこれっつって。<ー>で、今度から、開業開業、まだ下にどんどん進むわけ。うん、まだあるかっつって。で、次の日も、どんどん書き進める。うん、ねあ、ただ、まだ終わんない。一つ目のメモが。うんうん、いやー、おかしいな。こんなか 意外と進まんもんか。試しに何行書いたか数、数えてみよう、つって。頭からもう指でさ、1234567890って、数えたの。え、そしたら、120行で、もう1920文字いやいや、めちゃくちゃい。ええ、ええ、ええ、え何これえどういうことだよ。何これって。おかしいなええ、だって、数えた時50行だったけど、つったらもう、え ?120 行って。なんかわかんないけど、その、書き進んでいくとどんどんこう、 増えてくのかなあれよくわかんないけどね。最初の俺の数え方が間違ってたのかな書き進んでいくとどんどん、こうしどんどん書き進んでくと降りてくみたいなことなのかな気づいたら120行こんな。何を言ってん何今、今の何最初50行だっ数えた時は、ただ、最後、その50行まで行くとどんどん、さらに文字を書き進んでいくと、下に降りていけるという称号を得るのかわかんないけど、 な、何言ってるの何全然分かんないんだけど。最初50行だったんだけど。最初50行だったんだろただ50行まで書いて、さら、うん、に開業して進んでいくと、うん、文字を書くと進んでいくのか。うん、何言ってんの <laughs> <laughs> もういいよ、何かえ、うん、何これって。うん、こんなエッセイエッセイ書く人の機能じゃん、こんなの。うん、初めてエッセイ書く人のための機能だ、みたいな。 あ、何何これその、亀仙人の亀のコ羅ラみたいな。みたいな。最初こう、最初だからしんどいみたいね。思わず気づいたら、もうこんなにいってるみたいな。そう、書いてるっていう。最高の機能じゃねえかよ、つって。むしろ足りない。もう一ブロックぐらい俺は書きたいことあったのに。なんだこれつって。で、結果、まあ4日ぐらいで書き上げた。うぼわーっと。で、もうマネージャーに送ったらこれもうおしまいなんだけど、なんか送りたくない。 エッセイストでいたいからしばらくこう手直しみたいなちょっと見直したりなんかしてねずっとエッセイストタクシーの中で読み返して今あなたエッセイスト乗せてますよなんて運転手さんにね思ったりやっぱ街中エッセイストで歩きたいエッセイストで歩くとやっぱ違って見えるね目線で お前歩いてたんだな、マネお前と一緒にそんないエッセイストで歩くと、やっぱ一瞬切り取りたくなるっていうね。切り取るってなんだよ。で、エッセイストの、まあもうでもこれ締め切りも一応あるしね。もう日々楽しかったけど。まあこれもう送ろうと。うん。で、マネージャーさんに送って。それでも締め切りもだいぶ前に書き上げて送って。そしたらもうマネージャーさんがね、え渡辺くん。うん。ね、男の。うん。あれ、どれくらいで書いてますかうん。 うん、ああまあまあちょっとまあちょっと <laughs> <laughs> いやいやすごいですよあんな初めてですよねだからまあ逆に初めてだから書くことまあいっぱいあったしねだその点は何だそと思うのか <laughs> 吸いながらしゃべんなで俺の現場ついてくるくれる久保っていう男のマネージャーも「いや読み応えが僕が初めて読ませてもらったんですけど送ってくれていや」っっまあ初めてだ いっぱい書くことあるし。なんだそれお前。晴れ声えよ。<laughs> で、えー、ま、QJ さんからも、ああえ、ほんぼま、こう、いじられず、QJ さんって言ってんじゃねえぞ。QJ さんが、ほんぼま、いじられず、OK 出て、ありがとうございます、なんつって。で、これもう、もうこれで GOOK、OK、も出てるから、うん、これでもう GO、うん、もう載せられるわけだよね。まあまあ、載せられるわけだけど、うん、結局もともともらってた締め切りまで、まだ時間があるみたいな。うん、で、俺、そっからこの、 ケツにさらにアイデアを付け足すみたい。なうん。パッと浮かんじゃって。うん。で、マネージャーに。あれ、あの、エッセまだ足せるかなって。それ。出ちゃ天才の感じないこの一言あれまだ出せ、足せるあれ。うん。って言っちゃったね。ね。気持ちよかったね。このその瞬間気持ちよかったね。その瞬間気持ちよかったね。で、もうその久保、久保が。うん。 そうだな、つって送ってね、久保に。ありがとうこの日、もこの期間、この一週間、二週間、めちゃくちゃ気持ちよかったのね、エッセイストの。だからもう、澤部のこの最高の、まあ、少女作が完成しました。ぜひ、この QJ、QJ、新井特集。QJ じゃねえよ。q u i p 7 0 p 70P。 ぶち抜きでハライチ特集やってますんで 70p そのうちの 1p2p ぐらいかな私の所蔵作載ってますんでね QJ さんよろしくお願いしますね QJ さんとんでもないエッセイモンスターをこの世になって話しまい <laughs> うるせえこれからもよろしくお願いしますね ハライチの岩幸です。さあビューです。この時間 TBS ラジオから全国15曲ネットでハライチのターンをお送りしております。はい、たった今ですね、あの、大原、マネージャー大原から、はいえー、連絡来てまして、うん、エッセイについて。え何だから、俺が最後この付け足していいかっ,って送ったやつ、あ,うん、あの、クイックジャパンさんからこのコメントというかね、はいうん、最初にお送りいただいた原稿がそれいいと思うんで、今回それはあんまりいい。<laughs> なくてもよくなくても良かったっぽいね。打足だって言われて。なくても良かったっぽいね。え、何送った後送った後いらない。いらない。別の形で。余計だったってことになっちゃった。乗せるのか分かんない。うん、いらないみたいな。乗せないよ。もう、ボツでっただろ。ちょっとだからこれが。うん。これはそうね。楽しみにしてて。違う。ダッセー。ああ。 まあ、してやから、らできたっどんな立場になってこいつはさあエンディングですメール来ておりますよラジオネーム頭痛持ちクイックジャパンハライチ特集おめでとうございます早速アマゾンランキングの上位になっているようで見てみたら伊藤沙莉さんのフォトブックも隣でランキング入りしていましたそんなん出してんのここでもバチバチだなんて伊藤さんと何かとご縁がありますねなんかそうでま 1つはあ、でのツアーが同時になんかランクインみたいなフォトブック気になるねでも伊藤さん気になるねどういう写真なのか、ねはあ、4月24日か、うん、土曜日から順次発売の「クイック・ジャパン155号」で我々ハライチ70ページ特集してもらっているということでねエッセイが載ってますんで見てください <laughs> <laughs> エッセイだけじゃないの <laughs> エッセー 70p じゃないの <laughs> 俺対談してるからねすごいメンバーと三島ひかりさんと対談してたしあとスーパー声優花井那きはいうんあとパンさん向井君もねすごいねラジオ的なやつも撮ったからそうそうそうお互い15年間こう秘密にしていたことをみたいなだからあれだよ特別版で音声がそう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 んですかあれなんかね。 マネーージャエセは解禁してんだよエッセイのことはいいんだよえーんか特別版みたいのでその二人で俺と岩井がその二人で話したやつ通常版もこの文字でねは載るんですけど特別版の方うは音声のなんかもついて音声で聞くことができるという俺がそれにしろって言ったああそうなんだせっかくだからあのなんか岩井さんの写真集的なやつつけるって言うから やらねえっつって。<laughs> <laughs> <laughs> うん、フォトブックはやらねえっつったけど。<laughs> <laughs> <laughs> 誰だと思ってる。岩井,んやや岩井さん顔ファンは喜んでるい。や, <laughs> やらないの、<laughs> 俺は。そ,はそういうのは。うん。だから、これはぜひね。はい。楽しいと思いますんで。うん 聞いてください「ナチェンガバーナーあの香水のせいだよ <laughs> レッツゴー!」でしたちゃっけ <laughs>